デモクリトスは古代ギリシアの哲学者。ソクラテスよりも後に生まれた人物だが慣例で、ソクラテス以前の哲学者に含まれる。トラキア地方のアブデラの人。レウキッポースを主として原子論を確立した。アナクサゴラスの弟子でもあり、ペルシアの僧侶やエジプトの神官に学び、エチオピアやインドにも旅行したと伝えられる。財産を使い果たして、 故郷の兄弟に付養されたが、その著作の公開朗読により100タレントの贈与を受け、国葬されたという。哲学の他数学、天文学、音楽、死学、倫理学、生物学などに通じ、その博識のために、知恵、ソフィアと呼ばれた。またおそらくは、その快活な気象のために、笑う人ジェリセノスとも称された。原子は不正、不滅、無性質、 分割不可能な無数の物質単位であって絶えず運動し、その存在と運動の場所として空虚が前提とされる。無限の空虚の中では上も下もない。形、大きさ、配列、姿勢の違うこれら無数の原子の結合や分離の仕方によってすべての感覚で捉えられる性質や消滅の現象が生じる。また魂と人を同一視し、原子は 無数あるがあらゆるものに浸透して他を動かす休憩のものが非であり魂であるとした。デモクリトスは世界の起源については語らなかったがいかなることも偶然によって起こり得ないと述べた。デモクリトスの倫理学においては政治の騒がしさや神々への恐怖から解放された魂の安らかさが理想の境地とされ、死学においては霊感の力が説かれている。 原子論を中心とする彼の学説は、古代ギリシアにおける、唯物論の完成であると同時に、後代のエピクロス及び、近世の物理学に決定的な影響を与えた。しかし、同時代の学者が目的と真実と美を探していたのに、比べると、夢のない原子論は支持されず、彼の著作は断片しか残されていない。プラトンが手に入る限りのデモクリトスの書物を焼き、 彼の著書で多くの言葉を費やすものは、いかなる正しいことをも学ぶ能力がないといった伝説もある。プラトンの対話編には、同時代の哲学者が多数登場するが、デモクリトスに関しては一度も言及されていない。それに対して、セネカやキケロなどのローマの知識人には、その鋭敏な知性と魂の偉大さを高く評価、されている。また、物質の根元についての学説は、 アリストテレスが完成させた四大元素が優勢であり、原子論は長らく顧みられることはなかった。後に、ジョン・ドルトンやアントワーヌ・ラボアジエによって、原子論が優勢となり四大元素説は放棄された。もっとも、ドルトンやラボアジエ以降の原子論は、デモクリトスの説と全く同一というわけではない。原子と空虚が存在するという意味において、デモクリトスの原子論は、 現代の原子論とも共通するとされる。ありがとうございます。